私の場合はアメリカ人というのはほぼ私の経験ではほぼ五分五分半々ぐらいですかね。半分の人というのは日本人、通常の日本人以上の、日本の古い文化、それから最近の文化、というのも非常によく勉強してますし、それから言葉に関しては極端に言ったら日本の、今の言葉というのは非常に乱れてます。なんでそういう意味も含めて、その言葉乱れている日本語というのを学ばずに、正当な日本語を正当な人から勉強しているというところで、非常にきれいな日本語を話していると思います。それから文化についても同じだと思いますし、勉強の仕方が違うんじゃないかと思います。ただあと残りの半分の人というのは、特に欧米人というのは、知らなくて当たり前、外国人だから、アメリカ人がいわゆる世界でナンバーワンだというところで知らなくて当たり前、それから日本に来て日本の文化ではなく日本の言葉ではなくて、自分の自国の英語を使って、それが、完全に日本人が分かるものと、それを通用するというふうに思っている人が多いと思います。